歴史マジヤバくね。堀島一平と川村屋でお送りしておりますクロス FM ウィークリー虎ノ門ニュース。さあこのコーナーに参りましょう。堀島一平の歴史マジヤバくね。さあこのコーナーは虎ノ門ニュースが始まってからなぜか髪の毛が増えた我らが殿もびっくりリアル奇跡体験アンビリーバボーこと折島一平さんからある人物にまつわるお話をいただきリスナーの皆さんに歴史マジヤバくねと思っていただくお時間です。私の髪の毛増えたら歴史と関係ないんじゃ別に。でも本当なんですよねこれ。そうなんですよ、うん、これねもう朝5時に起きてますからね。そうですね、はい、月金で、はいはい、さあ折島さん、折島さんも偉人ですが今週のマジヤバ偉人どなたでしょうか。私の偉人は異なる人のことですからね、今週も九州が生んだ偉人シリーズで参りたいと思います、はい、薩摩島津家に仕えた勇猛果敢な武将新納忠元です。新納、はい、忠元。その新納が新しいに納品の納で納めるという字ね。初めて聞いた名字なんですけど、珍しい名字でしょ、まあでもね鹿児島ではね結構あの複数いらっしゃると思います、この名字の方。そうなんですね、はい。まあ、あの侍日本なんて昔ねあの小説だったか戯曲になった作品でね、人を斬るのが侍ならばというあの新納鶴千代っていう主人公の名前でしたけど、この同じ名字ね、新納忠元。まずね一言で申し上げましょう、はい、この男こそ武士、武士の中の武士、侍も腹も身もあるまさに侍の鏡と。おということは折島さんが大好きなということですね。言い切ってしまいましょう。もうね惚れるしかない。なるほど、うん。まあ、生まれはですね大英6年1526年というからまあ相当古いですよね。薩摩に生まれたこの男、13の年から薩摩島津家に仕えてですね、高久義久と2代にわたって、まあ、仕えて獅子奮迅の大活躍、うん、ね。もうねもうそのあまりにもその武勇が鬼神のごとし、鬼神ね鬼神のごとしと呼ばれて、うん、鬼武蔵新納武蔵守忠元というあの名前あの官職をもらってたんで、はい、鬼武蔵という通称がついたぐらいのねまあ行勇をもってなった男なわけですよ。そうなんですね、うん、ところがね重要なのはただひたすら武勇無双なだけな男だったわけではないよというところがね大きなポイントなんですよ、はい、心よい男児と書いて快男児ね、うん。まあねまずねあのその新納忠元ね、一番大きなねその分かれ目が豊臣秀吉による天正15年の九州征伐ですよね、島津は義久がもうね耳側の合戦、宮崎県今の日向国ですけどあそこで大友勢をコテンパンにぶち破っていよいよもう薩摩大隅日向ね南と三国のみならず肥後も飲み込みね、うん、豊前も飲み込みいやいやいや九州丸ごと飲み込もうかと島津王国の名のもとにというね。でやがてはねあの東に向かって攻め上ろうかぐらいのものすごい勢いを示した時に中央では豊臣秀吉がもう完全に天下を掌握した上で、乗り込んでくるわけですよね、うん、でその時に、まあ、孤軍奮闘城を守って全く一歩も引けを取らなかったのがこの新納忠元なんですよ。でその大口城っていうところを守ってたんだけどまあいくら攻めても降伏しないでね、はい、とうとうね島津義久つまり自分 の, あの主家ね主の方が手を挙げて分かったもうこれはもうダメだかなわんですこれぐらいの人海戦術で押し寄せてこられたらさすがにね評判無類の薩摩武士でもこれは勝てんわと言って、うん、頭を丸めてその降伏したんですよ。なのに新納忠元だけは大口城にあっていや俺はまだ戦う全然負けてないね死守してくだらなかったんですよ。で、うん、困って再三にわたってしょうがないから島津義久主君が自らその説得して、はい、おいここもう頼むか俺が頼むからもう城を捨ててくれと言われてやっとしぶしぶ出てきたわけですよ、うんね、でその時に攘夷背きがたきゆえに一和にまかりなる候一和っていうのはその平和にね、はい講和条約に応じると講和に応じるけど一和にまかりなるべく候誠口惜しき次第に候っていう手紙を送ったというねこれだけでもね、ねでしかもね秀吉に降伏した上はねもうさらっともう恨みを捨てて、で自分もね主君の義久に習って寺に入って頭丸めてですねまあ切磋と申して秀吉にまみえるわけですよ。でその時に秀吉はやっぱり秀吉もからそこはカラッとした男だからお前は見事なね侍だなともう刀を与えて酒を賜ってもう一緒に飲もうじゃないかで杯にこうねその酒いただいた酒をこう口にした時にヒゲが長かったんでそれにねその杯にヒゲが触れてさやさやって音が立ったんでねその時に細川雄斎ね忠興の父親ですよ古
細川藤田、あの古今伝授なんかで、あのその、うん、文化のものすごいあの素養が高かった人ね、あのもう半分公家、奥家さんみたいなその教養の持ち主 の、はい、あの武士ですよ。その細川雄斎がそれを見て、口のあたりに鈴虫ぞ鳴くと、ま、その場で即興でふっと歌ったわけ。その時に新納忠元、はい、慌てず騒がず頭を上げて、ヒゲを、自分の長いヒゲを撫でながら、頬ヒゲをチンチロリンとひねり上げと、後にパッとつけた、つけて酒をグラッと飲みました。周りのもう武将たちはやんややんやと囃し立てたという、なんと見事な風雅の侍よと、風雅の師よと言うんでね、思わずね、その惚れたという話が残ってますよ。でね、しかもこの人ね、もちろんそういうね、まあ雅な心を、兼ね備えていた人だから、はい、自分自身も和歌をたくさん読んでるんですね。で、代表的な歌にね、あだぞとて何かは人の肉からん、同じ御国の同じ見なればっていう歌があるわけね。たまに、まあだからたまたま戦場で相まみえてしまったから、はい、あだぞとてね、 敵と味方の間になってしまったけれども、何かは人の肉からんね、その個人が憎いわけじゃない、象で戦うんじゃない、もう戦場の習い、戦の習い、戦国の習いとしてこうたまたま対人してるだけで、同じ御国の同じ見なればと、憎くてやるんじゃないぞっていうような、そういう思い、これを和歌に託してる人なんですよ。どうですか、ね、まさにこういう人が今日本のトップに立ってくれたらっていうような感じの人です ね、 ね、まあ、九州征伐の話でいうとね、へつぎ側の合戦というまたまあ熾烈な、ね、戦いがあったわけですよ、はい、激烈極まる、うん、その時に、まあ、四国のね、長宗我部っていう、あの長宗我部元親の長男で信親っていう人が、まあ、出征してくるんだけど、秀吉方の先手として、それをね、見事に島津軍は打ち破るんですよ、あの秀吉方の作戦ミスに乗じてね、はい、その時に討ち取った男ですよ、信親、討ち取った敵なのにね、その後にその、まあまあ、戦が止んだ時に長宗我部家の家臣たちにね、信親どのほどの人物を討ってしまって誠に申し訳ないと涙ながらにね語ったという、そりゃね、そりゃ相手方だってね、グッとくるでしょ、そんな男が敵方にいたら。すごい人情ですね、なんか、ね、うん、まあ、何しろね、そんな、まあ、新納忠元ね、はい、あの多くの、ね、まあ、家臣、自分 の、 その家来たちにも慕われまして、まあ、だからそのもう、亡くなった時が1610年、慶長15年なんですけど、まあ、殉死というね、まあ、主君が亡くなったらそれにこう、はい、その後を追って自分も死ぬなんていうね、それはまあ禁じられてたにもかかわらず、やっぱどうしてももうやむにやまれずね、忠元公のおそばへと、メイドに行ってもって言って二人亡くなっちゃったっていうのはね、まあ、まあ悲しい、当時の習いとはいえね、はい、それぐらい死後も多くの人に慕われた男ですよ。そうなんですね、うん、まあ、関ヶ原の時にはね、まあ、薩摩島津はあれでしょ、まあ、西軍だから、まあ、結果としては負ける側だけど、国元にいたですね、その新納忠元はね、肥後の加藤が来るならば炎症を魚に玉会釈、玉は何玉、鉛玉、それでも聞かずに来るならば首に刀の引き出物なんつってね、その林歌を作って家臣たちの士気を鼓舞したとまで言われてるという、はい、まあね、あのそれぐらい要するにムードメーカーとしてもう抜群の存在感だったということですよ ね、 そ、 すね、その通り、あのこの忠元ね、なんと先人に戦の場所に古今集、古今和歌集を常に携えてって、はい、火縄銃の火縄の明かりでそれを借りて読んでたというね、まさにね、まあ、アレクサンダー大王がね、昔あの戦場であのホメロスの詩集を読んでたという逸話が残ってますけど、それに匹敵する、まあ、風景ですよね、そのやっぱ風雅の香りのする、ね、もう血の匂いも、まあ、もちろん戦場の習いだからするんだけれども、はい、風雅の香りもするというのがね、まことの武士なんですよ、ね、すごい魅力的な人です ね、 ね、ちなみに鹿児島県の伊佐市にはですね、はい、新納忠元を祀った公園がありますんでね、神社も中に、創建されてるそうなんで、はい、はい、お近くの方はもちろんですが、旅行でね鹿児島県行かれた方はぜひ遊びに、参じられてはいかがでしょうかという、はい、今回は武士の中の武士、侍の鏡新納忠元をお伝えいたしました、はい。